はい、ということで今回の動画はですね、おびちゃんについて話していこうかなと思います。上半期はですね、タイムスリップセレクション、そして下半期なんですけれども OBK セレクションと、その OBK セレクションね、まあ第1弾第2弾が登場したんですけれども、おびちゃんの選手が登場していない。まあこれはどうなのか、おびちゃんの選手方々はまあどういった風に登場するのか、まあそれとも登場しないのか、今回動画にしていこうかなと思います。 OBK セレクションね、第1弾第2弾が来たんですけれども、 OB 第1弾のねラインナップちょっと振り返ろうかなと思います。こちらね画像があるんですけども、11月に登場しまして、まあ注目のね目玉選手としては中村さん、そして日本ハムファイターズの新庄さん、巨人の上原さん、金本さん、新井さんと、まあ、めちゃめちゃ強い選手が OB 枠として登場しました。ランキングなどを走って、まあ、取った方も多いと思うんですけれども、 OB ちゃんのね大会の説明ちょっとしていこうかなと思います。こちらですね、 OB チャンピオンシップの選手方々なんですけれども、12球団それぞれね選手の代表がいます。そしてこちらね組み合わせ表になるんですけれども、まあ、14日21日29日12日19日とね、まあ、試合がされまして、その勝者が、トーナメントのね決勝に行きます。そのですね決勝の大会なんですけれども、1月9日に開催されまして、各ブロックですね勝った方と、そして特別枠に金本さんと新井さんがそこに入ります。計合わせますと8名の方で再びトーナメントをして、まあ、優勝者を決めるというね大会になっております。大会に関しての説明は終わりまして、まあ、つい最近来たんですけれども、 OB 第2弾のラインナップね、まあ、振り返っていきますと、こちらですね和田さん、前田さん、第2弾は60連次チーム確定があるので、まあ、取った方も多いんじゃないかないのかなと思います。ガチャよりですね、まあ、ランキング走ってね、まあ、取った方も多くいるんじゃないのかなと思います。 OB 第1弾第2弾のラインナップを見ていったんですけれども、 OB ちゃんの選手はまだね登場しておりません。そこで考えたんですけれども、 OB チャンピオンシップは各12球団ね代表の選手がいる、まあ、そのままですね限定レアリティとして出るんじゃないのかなとも考えております。限定レアリティとして、まあ、この、ね、OB チャンピオンシップに出場している方を、まあ、出すと考えているんですけれども、その時に、ね、やっぱ OB の背景、これにですね、まあ、違いを加えなければ、まあ、限定レアリティとしてはならないので、まあ、例で言えば侍ジャパン、侍ジャパンでも1週間2週間後にグランドオープン3600の、ね、選手が来るんですけれども、まあ、侍ジャパンのユニフォームだから引く、まあ、そういった方もいるので、まあ、背景を、ね、変えて出すという手法を取ってくるんじゃないのかなと。その時の背景がこちらになります。選手の、ね、方はいないんですけれども、背景の画像になっております。スピちゃんの背景、この背景の画像で OB チャンピオンシップに出ている方が登場して、限定リアリティガチャとして出すんじゃないのかなと考えております。今のところですね、まあ、そういった、ね、予想をしているんですけれども、3弾でどうなるのか、3弾で OB ちゃんで、ね、登場している選手が来たのであれば、まあ、これは、ね、全部なくなるんですけれども、第3弾次第かなと思っております。はい、ということでこちらの動画ですね、1月8日に撮影した動画音声になっております。8日にですね OB チャンピオンシップスターズの登場はね決定したんですけれども、次の項目タイトルになります、いつ開催するのか、こちらね矢印で書いてあると思うんですけども、 OB12 名が OB チャンピオンシップスターズとしてゲーム内に近日登場予定、このね近日っていうものが重要になってきます。このですね意味を調べたところ、こういったことが書かれておりました。明確な定義はない、2日3日の場合もありますし、1週間から数週間、まあ、明確な定義がない。一応ですね明日ね OB チャンピオンシップ、 OB ちゃんとスピちゃんはですね、まあ、開催されるんですけども、明日に更新される場合もありますし、来月に更新される場合もある。でその中で、まあ、1月の予定をね組んでみたんですけれども、2021年1月に来るであろうイベントはですね、まず一つ目にバトルスタジアム、これがですね1月10日に放送されるんですけれども、10日に開催されるのか月曜に開催されるのか、バトルスタジアムねコラボは決まっているので、まあ、今週中にはね絶対来るんですよ。2つ目になるんですけども、ワールドスターの最終弾、前田さんとダルビッシュさんがまだ出ていないということで、まあ、1月のどこかにはね入ってくるんじゃないのかと考えているんですけれども、かなりですねガチャスケジュールが、ね、詰まっているんですけども、3個目になりまして、ベスナインタイトルホルダーの第1弾、これはですね1月中旬にほぼほぼ確定だと思っておりまして、まあ、これを軸に、まあ、他のねガチャを埋めていく形かなと。そして月末になれば OB 第4弾、月末の OB 第4弾も確定で、 OB 第4弾ベスナインタイトルホルダーの日程を組みつつ、まあ、他のバトスターワールドスターを出してくるであれば、このね OB チャンピオンシップスターズいつ出すのかと、1月はねこれ多分出してこないんじゃないのかなと個人的には考えております。まあ出すのであれば2月、2月はですねベスナインタイトルホルダー2弾3弾
間、まあ、これはね確定なんですけれども、2月の初旬か2月の月末、去年のね2月なんですけれども、一応選択契約書が来ておりました。まあ、その代わりに OB チャンピオンシップスターズを出すのか、それとも2月の月末、去年はですね侍ジャパンが来ておりました。その侍ジャパンの代わりにチャンピオンシップスターズを出してくるのか、3月のガチャ予定、去年のね2020年のスケジュール見ていくんですけども、 OB 第5弾最終弾が3月の初旬、そして侍ジャパンが中旬に登場しまして、月末にグランドオープン後、こういった日程がね去年来ておりまして、出すのであれば侍ジャパンが今年ない、まあ、そこの穴埋めでこの OB チャンピオンシップを出してくるんじゃないのかなと。まあ、先ほども言った通り近日中っていうのは明確な定義はないので、まあ、1ヶ月後2ヶ月後、まあ、数週間後っていうこともあり得る。1月はですねバトスターワールドスター別内 OB とあるので、まあ、出してこないんじゃないのかなとは個人的に考えています。次の項目はですね OB チャンピオンシップスターズに出る選手紹介になります。どうぞ。こちらですね OB チャンピオンシップの選手方々なんですけれども、西武から紹介していきます。西武はですね GG 佐藤さんが出場されておりまして、以前来たのが2018年シリーズ2の OB になります。まあ、この能力かな、ラインドライブ77-77の同値、走力が67になります。グラスの方なんですけども、限界突破でレフト、センター、ファーストが守れて63-70-65、特能が超ラインドライブ連発さよなら男、ガチャで登場するなら、まあ、この能力来るんじゃないのかなと考えております。ソフトバンクが斎藤さんになりまして、83-74-83の9位スタミナ同値になります。球種の方はですね4球種になりまして、先発枠、まあ、先発であれば現代野球のコンボ的にはね5、6球種以上は欲しいところ。やはりですね OB の投手は球種問題になります。まあ、来年からね、まあ、この変幻時代というコンボは変わるんですけれども、3月あたりかな。特能が援護奪三振対強打者、楽天の方に行くんですけども、楽天は磯部さんになります。ライト C、 弾道が中弾道、ミートが69-72-66のステータスで登場すると予想はしております。グラスはこんな感じになっております。レフトから CDC47-60-67、 特能がチャンス、プルヒッター、セーブキラー。ロッテの方に行きまして、ロッテが里崎さんになります。保守 B の高弾道、ミートが69-73-59。里崎さんね自身の動画でも言ってたんですけども、能力でもうちょっと上げてほしい、まあ、ワンチャンですね能力変更した状態の、まあ、里崎さんが今年登場する可能性もあるんじゃないのかなとも考えております。特能が保守降格意外性になります。日本ハムファイターズの方行きたいんですけども、片岡さんになります。サード B、 弾道ラインドライブ、ミートが76-72-65と、76ねこれちょっとおかしいよね、能力改変されてまたね OB として登場する可能性もあるんじゃないのかなと考えております。裏捨てが、まあ、73、ファースト63、60、58、63、特能が選球眼、ラインドライブ、チャンス。成績の方を見ていくんですけども、打率が3割ちょうどでして、まあ、ミート76、まあ、これちょっとねおかしいので、まあ、79あたりかな、78、まあ、そこら辺で持ってくると考えております。オリックスの方に行きましてローズさんになります。個人的なことなんですけれども、ローズさん初めてランキングを走って、初めて自チーム枠でね手に入れた選手になります。レフト C のパワーヒッター、81-87-69、裏瀬はねこんな感じになっております。レフト枠60、補給から52-48-72、外野手としてはかなりね強打者もおりまして、まあ、限界突破の点、まあ、レフト枠で言えば正隆さん、こちらもですねリアルタイム対戦で十分使えてきます。特能がパワーヒッター、存在感連発。巨人の方行くんですけども、仮にですね、まあ、スピちゃん限定レアリティガチャが登場した場合、新規枠になります岡島選手。巨人にはですね1995年から、まあ、2005年に在籍されておりまして、まあ、ホームを再現できるのか、まあ、岡島選手とホームといえば独特なホーム、あれがねあのプロスピ2019かな、なんかあったような気がする。確か成績的にはどうなのか、まあ、2001年か2002年のね成績で来るんじゃないのかなと思っております。2001年が防御率がね 2.76、 2002年が防御率が3.40、まあ、優勝した年になるんですけれども、まあ、どちらかやね、うん、能力のねステータス予想に関してはちょっと難しいので今回省きます。ベイスターズの方になるんですけれども、登場すれば横浜枠で初登場になります。田村仁選手はですね2009年に改名しまして、多分ねテロップで書いてあると思います。成績参考としての予想としては2004年になります。本塁打が40本、打率が3割飛んで5厘、この成績であれば表のステータスはミート A、 パワー A のねステータスで来るんじゃないのかなと予想はしております。そして田村仁選手の全45のねホームラン賞を見たんですけれども、まあ、38号の逆方向に持っていく、まあ、あれがちょっとね印象インパクトが強かったなと。
阪神の方行くんですけれども、阪神は檜山さんになります。ライト C の弾道中弾道ミートが77、74、65、正午でミートへ行きます。浦瀬はですね、まあ、こういった感じになっておりまして、限界突破試合はセンターレフトファーストができます。捕球60、55、56、特殊能力が粘り打ち流し打ち逆境。続きまして広島の方に行きたいんですけども、広島へそよぎさんになります。そよぎさんは2015年背番号6こちらになるんですけれども、まあ、プロスピで登場はしております。オビちゃん限定で、まあ、仮に、ね、登場した場合は5年ぶりになるのかな。そのそよぎ選手なんですけども、来年からはオリックスの打撃1軍コーチに、まあ、就任されることになりました。成績参考時代なんですけれども、これが2010年になります。打率が3割飛んで6厘。2010年はですね、まあ、盗塁を取られた年になります。43盗塁、まあ、打率が3割、盗塁が40本。強力に関しては A 確定なんですけれども、ミートに関してはですね、小5で A 行くぐらいかな、まあ、78、79、3割ちょうどであれば、そういった、ね、成績を持ってくることが流れ的にあるので、まあ、79、78あたりなのかなと。中日の方行くんですけれども、中日は森野さんになります。森野さんに関してなんですけれども、個人的にね、この極み状態に今いるので、まあ、当たれば即継承したい選手になっております。守備がサードになりまして、弾道ラインドライブ、ミートが81、76、64、まあ、この、ね、ステータスで登場すると考えております。浦瀬に関してなんですけども、限界突破試合で捕手とショート枠以外は守れます。捕球から50、28、66、特能がチャンス、ラインドライブ片身打ち。ラストになりまして、ヤクルト枠が岩村さんになります。弾道高弾道、これ特殊能力確かパワーヒッターいったはず。ミートが77、82、72、称号でね、ミート A パワー A 行きます。浦瀬はね、こういった感じで限界突破の回数次第ではセンター、捕球から57、63、71、特能が超広角パワーヒッター、総理の左打者、まあ、個人的にね、左打者のサード枠広角パワーヒーを持っている方ね、今めちゃめちゃ欲しいんで、個人的にはいや欲しい岩村さん。はい、ということでエンディングの方になるんですけども、オビちゃんについて、まあ、いつ頃ね開催予定なのか、まあ、そしてオビちゃんのね選手紹介しました。まあ、能力もねある程度、まあ、成績をね参考に紹介しましたと。ぜひどうもですね、高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントしてもらいまして、まあ、明日も多分動画出すと思うので、ぜひとも見てもらえればなということで、今回は以上。